いどうも、楽しむしご飯の時間ですよ。今日はね、これです。これも僕は初めて作ったね。こっちはニラ、人参、卵、いずれもたっぷりのチャーハンです。いただきます。こんな感じでございます。いただきます。ああいいね、いいね、美味しいね。ああいい辛さ。最高だ。いい辛さです。なんでかって、あの香りがいいからね。あのいただいたあの東京の島のラー油、あれを使ったわけです。うん。うん。でこのインゲンは一緒に入れようかなと思ったんだけど。うん、うん、そうそう、今日はこうやってこうやって食べたくてね。この人間が食べてる時に歯でキキキキ言うと、これ好きなんですよ。これが聞こえます？聞きたくないかもしれないけど、ザクザクザクの間にたまにキュッキュッキュッって入るの分かります？それが好きな、この歯の感じ。人間いいね。うん、野菜も好きです。あ、煮物作ってないな。最近煮物みたいなの作ってないですね。作ろうかな、たまにはね。はあ、本当に野菜も好きですよ、もちろん。このサイド大好きですし、葉っぱも好きよ。葉っぱも、葉っぱのやつも。結構食べてますよ。まあまだまだ足りないよって言われたら確かにそうかもしれないです。木島、まだまだ野菜足りないよというふうに言われれば確かにそれはそうかもしれないです。新しいパソコンを買いたいです。野菜食べてね、肉食べて、魚食べて、健康を維持して。新しい道具を手に入れて、さらにお願いします。いろんなことをやっていくと。さあ、車買ったら、例えば今まで自転車の人はね、車を買ったらその分たくさん荷物を乗っけていろんなところに行けるわけですから、ちょっと危ない、やじるべみたいになった。
また合うんだよこのインゲンと。こっちの下がマヨネーズ。うん。本当に美味しい。頑張らないとね、本当に。僕はもうごめんなさい。僕はね、もうね、あちらの方のウフトパーパーもじいちゃんもばあちゃんも、あんま母親の方のじいちゃんもばあちゃんも、もう僕は会うことはね、できないんですよ。なんでいけないこの話なんてか。なんだろう。まあ年は取ってるからね。順番。皆さんは死後の世界。話変わりますよ。死後の世界についてどうお考えですか。死後の世界あると思います。死んだとなんかどうにかなるとか、どうなんだろうね。本当に僕は昔から本当にそのことについては興味があって、この動画でも何回も話したことあると思うんですけど、一番やってみたいこと、一番興味があることは、その死んでみること、死んだらどうなるかっていうのを体感することなんですよ。でも他にもやりたいことがたくさんあるもんだから、それやったら他のことができなくなる可能性が非常に高い、非常に。だからやらなくて、もう絶対いつか来るわけですからね。それはもう好まなくとも好まざるとも、いつか来るわけだから、体験できるわけだから、それも一番最後に取ってやるっちゅうことなんですけど、どうなってんだろうね。僕は本当はないと思ってます。なんもないと。死んだら心臓が止まって、しばらくしたらもう遅で終わり、何もない。その先どうのこうのとか、三途の川とか光る道がどうのこうのとか、それは何にも僕はないと思ってるんだけども、思ってるんだけど、どうなんだろうね。そもそも死後の世界がないっていう風になっちゃうと、この世の中にある宗教すべてなんじゃそれみたいな話になっちゃいますよね。なっちゃうんだよね、きっと。だってそれありきでスタートしてるでしょ、みんな。スタートっていうか、きっとそのはずなんですよ。だから何千年もね、何万年か知らんけど、みんなが信じてこうやってやってきてるものが全部嘘だというふうには僕も思わないし、死後の世界こんなものあるわけないって思ってるけれども、そういうの大好きなんだ、大好きなんだ僕も。本当に不思議なもんでね、そういうのがあるんじゃないかなって思うような体験もするしますしね。そういうのないですか。この間なんかもね、まあ簡単にしゃべるとよ、簡単にしゃべるとやめとこう、やめときます、まあ、いろんなことが起きます。
要は変なタイミングで全く気に留めてなかったことをポッと思い出す、その人のこととか、あれなんじゃろうなという時とかさ、それがその人にとってこういう日だったとか、その時に、その瞬間にその人に何かが起きていたとか、そういうことあるっていうじゃないですか。不思議なことはありますよ。ないと思ってるけど、ないはずだと思ってるんですけど、あるようだ。よくわかんないですね。まあできるだけ少しでもね、楽しくみんなが過ごして、僕も含めてですよ、過ごして長生きできたらなというふうに僕は思います。長生きって言っても、そのあれよ、こうはっきりとして、こうそういうこと。はい、ニラ玉ちゃん、美味しかったです。ごちそうさまでした。